おはよう。おはよう。おはようって言ったら返す。おはよう。おはようございます。今日は JFL リーグの試合の日となります。対戦相手は JFL の門番本田 FC の試合なので、今日も勝てるように最高の準備していきたいと思います。ではゴー。今日はちょっとマジでお腹痛いからめっちゃ出すわ。ウサギのやつみたいなしか出んかった。はい、朝ごはんいただきます。最近よく DM とかで、僕も試合の日のルーティンで朝ごはんうどん食べるようになりましたってよく言ってもらいます。明らかに日本のうどん業界に俺が影響を与えてると思います。うどん離れした日本の文化にまたうどんをね取り戻そうと、いい影響を与えてるんじゃないかなと思います。もうチャンピオンズリーグ決勝やぞ。見ないと見ないと。結果は知ってるんですよ。もう朝起きてもう一発目に TikTok 開いた時に結果流れてきてもうてめっちゃ悔しい。もう見てもうたし、めっちゃ溜めとったのに。やばい、マネとかのこのなんかアジリティ意味わからんよな、ほんまに。なんでな、この舞台に匠くんがおるってすごいよな。ほんまに日本人選手でチャンピオンズリーグの決勝の舞台に、マジ匠くんすごいわ。何の知り合いでもないけど、ごちそうさまです。今日はキックオフが3時からなんで、まだね時間があるんで、家の掃除とかをしてね心整えていきたいと思います。整うんかは知らんけど。Quand t'es venu dans la rue, Chupatsu Shimas. Chut, yabai. Atsu sugiru. Ma, soto no kion 30°. Ma, kono atsusa de sakka o yabai.本田 FC って言ったらね、まあ、天皇杯とかでも J リーグを倒してね勝ち上がっていくチームなんですけど、まあ、よくジャイキーって言われるんですけど、まあ、実際実力で言ったら全然 J リーグにおっても勝っていくんやろうなってくらい強いチームだし、やっぱりねレベル高いチームと今日は試合なんですけど、まあ、今ね現状チームの状態で言ったらリーグ戦も勝ててなくて、で天皇杯もこの前負けちゃったんで、チームの成績で言えば良くないんですけど、今日の試合をきっかけにね勝っていきたいと思います。強敵なんでね、逆にここで勝てばめちゃくちゃ乗っていくと思うし、全力で頑張っていきたいと思います。個人的には今日もねスタメンじゃないんで、まあ、途中から出場したらね得点やったりねアシストとか結果を出すのとチームが勝てるようにね精一杯戦っていきたいと思います。今日も聖地に向かっていきたいと思います。今日も最高の試合日和の天気ですね。最高の準備していきたいと思います。土曜が一番忙しい。
合が終わった瞬間、2位の平田千葉が今日勝利を取ったら最も活躍したと思う選手を。そして改めてのお知らせとなります。今節より試合が終わった後の最初ね、はい、I turn off the lights. I got off the wires.When I close my eyes, disconnected and tired.試合終わりました。結果は1対0で、見事ね JFL のモンバー本田義に勝つことができました。まあやっとホームの初勝利ということで、ほんまに苦しい期間やったけど、本田にね勝利できたっていうのは、これからのチームの流れでいい流れになるんじゃないかなと思います。その出場はなかったんですけど、チームが勝ったってことはプラスということで、これからのリーグ戦もこういうのを継続していきたいと思います。とりあえず家帰ってご飯食べてゆっくりしていきたいなと思います。バイバイ、ただいまー。いただきます。今日は福山シティのね試合を見たいと思います。福山シティの監督はね、あの大学時代の同級生で一緒にサッカーしてた仲間なんで、しかも福山シティには俺らの大学の選手がいっぱいおるから、ちょっと見たいと思います。地域リーグやね、こうやってハイライトとかやってるのすごいよね。めっちゃ見やすいし、めっちゃ強いな。おお強いロキ。あいつ、部屋番なんなんこいつの。これシュート外した後の悔しがり方変わらんな、マジで。ごちそうさまです。よし、終了。はい、今日も一日が終わりました。JFL リーグの一日ということでね、本田 FC と試合をしてきたんですけど、結果は1対0と見事勝利ということで、やっとホームで初勝利できました。最高に嬉しいです。まあほんまにだいぶ苦しくて、ここまでリーグ戦もなかなか勝てず、天皇杯も負けてしまって、しんどい時期やったんですけど、なんとか今日勝って、相手も、まあ、リーグ戦の順位で言ってもだいぶ上の方、上位におるチームで、そこにね勝つことができて、これはだいぶチームにとってプラスなことやし、ここからリーグ戦を巻き返すね一つのきっかけとなるんじゃないかなってすごく思いました。で、個人的には今日は出場がなくて、
正直な気持ちで言うと僕はちょっと悔しいっていうのがあります。出場できへんかったっていうのと、まあ、俺の思う理想のフォワードって俺の点でチーム勝たすぞみたいな、それが俺の理想のフォワードやし、そういう選手になりたいと思ってるし、だからこそね、やっぱり今日みたいな試合は出場したかったし、でもこれが今の現状の評価でもあると思うし、あの状況で出られへんかったっていうのは俺の実力不足でもあるし、でもこれを勝ったから良かっただけで終わる選手やったらもっと上のステージには行かれへんと思ってるから、まあ俺は勝って嬉しいっていうのはもちろん抑えけど、そこにね悔しいとかそういう感情が生まれへんやったら選手としては終わってるんじゃないかなと思うんで、俺は正直俺はそんな風に思わんし、もっともっとやらなあかんと思うし、あの状況でお前点取ってこいって言われるぐらいね、あの任せられるような選手にならなあかんと思うし、もっともっと日々努力して頑張っていかなあかんなって思いました。まあでも今回はねほんまに勝ててすごいチームとしてはいい流れのきっかけになるはずなんで、ポッカーリーグ戦を爆開するように全力で頑張っていきたいと思います。また来週も試合があるので1週間全力で最高のフォワードになれるように頑張っていきたいと思います。では皆さん、バーイ。パワーパワー。一ペン泣いてるぞ。一ペン泣くなよ。